マネタイマークレオです。今回は株主優待で株を買うとほぼ確実に負けてしまう理由という内容でやっていきます。ちなみに私は元銀行員、元証券マンで、途中までね、半沢直樹みたいなキャリアの人間なんですけれども、株主優待。優待ってね、響きがいいですよね。ですがタイトルの通り、いいのは響きだけです。株主優待目当てで株を買う人は、ほぼ確実に負けます。ほぼ 100% 損します。いや、私はうまくいっている。そんなのはただの決めつけで勝手なことを言うなという人もいるかもしれませんが、確かに世の中に絶対はないので、うまくいっている人もね、いるとは思いますが、うまくいっている人はごく少数のはずです。なぜ株主優待はうまくいかないのか、その理由を解説しつつ、動画の後半では株主優待でうまくいくためにどうすればいいのかについても解説していきますので、株主優待の美味しいところも取って、投資としてもしっかり成功させたいという人はぜひ最後まで見て持って帰っていってください。では早速いきましょう。投資初心者を釣っているだけ、 100% 損して終わる株主優待でうまくいくためには、この3つでやっていきます。まず投資初心者を釣っているだけですが、はっきり言ってしまいますが、株主優待は投資初心者をカモにしているだけです。株を買うだけで優待がもらえるという簡単さ、タダでもらえるというお得感もあります。このお手軽さとお得感のパワーはものすごいです。ちなみに株主優待の有名人といえば、桐谷さんですよね。桐谷さんのあのキャラと人柄の良さがね、すごいいいですよね。私も桐谷さんは好きですが、それでもやっぱり株主優待はおすすめできません。ここで一つ質問なんですけど、そもそも桐谷さんがメディアに出続けている理由って考えたことありますか？桐谷さんのキャラクターが魅力的ということももちろんありますが、株主優待というキーワードに一定の需要があり続けるからなんですよ。株主優待を紹介するテレビ番組は毎年必ずやっています。書店のマネー投資のコーナーには必ず何冊もの株主優待特集の雑誌があります。なんでこんなに株主優待というキーワードでメディア発信されているのか。それは興味のある人が一定数いるからですよね。この株主優待に興味を持つ人の数が多い理由はものすごく単純で、お得感です。このお得感が投資をやってみようかなという人の背中を押したり、このお得感が投資なんて怖いと本来は投資に拒絶反応を示す人たちを錯覚させているんです。そういったいつもは株式投資をしていない人たちにリーチできるのが、この株主優待というキーワードなんですね。つまり株主優待というワードは、投資初心者の人を株式市場に招き入れるためのただの客寄せパンダです。この株主優待お得だし、ちょっと株買ってみようかな、なんて株式市場に入ってきた初心者の人がうまくいくと思いますか？ものすごく単純な話です。なので株主優待という餌に釣られて株を買うのは厳禁なんです。もちろん株主優待をきっかけに株式投資に興味を持ってもらうことはとてもいいことではありますが、どうか安易に始めないでください。株式投資を怖がる必要は全くないのですが、ちょっとやってみようかなという軽い気持ちで始めてしまうと、ほぼ確実に損をしてしまうので、必ず準備をした上で釣られるようにしてください。ではここで一つお知らせです。YouTube の短い動画では話しきれないお金についての限定動画を LINE の登録でプレゼント中ですので、気になる方は概要欄から覗いてみてください。では次に 100% 損して終わるですが、株主優待というお得ワードに釣られて始めると、ほぼ 100% 損して終わります。株主優待がきっかけであったとしても、株主優待はただのおまけです。ここを絶対に忘れないでください。そもそも株式投資は何のために始めますか？株主優待は自社商品、商品券、クオカードなど確かに魅力的なものはありますが、数万、数十万円分の株を買って数千円分のリターンです。この株主優待を得るために株価が1万円分も下落してしまったら、何のために株を買ったのって感じですよね。そもそも投資は複利のパワーで雪だるま式に増やしていかなければいけないのに、株主優待でもらった商品は複利で増えませんよね。であれば株主優待でもらうより配当でもらった方がマシです。なのでお得に見える株主優待の方が実は損してる。こういうことが起こってしまいがちなんですよ。また株式投資の恩恵は今軽く説明した配当と
株の値上がり益だけです。この二つ以外にはありません。そしてその株価と配当を決めている一番の重要な要素は会社の業績です。会社がしっかり利益を出せているかどうかです。業績が悪くなれば株価は下落します。利益が出ていなければ株主優待ができなくなって、株主優待が解約されたり、廃止になってしまうかもしれません。そんなことになってしまったら、元も子もないですよね。そんな悲劇にならないように、株式投資の市場に参加する以上は、その会社の業績ぐらい確認しないとダメです。おそらく株主優待をきっかけに投資をスタートする人は財務データを見ていない、いや見ることができない人がほとんどですよね。お願いなのでそんな丸腰の状態で株式市場に参入しないでください。財務データの見方については過去の動画で簡単に解説してるので概要欄のリンクから見てみてください。そもそも財務データを読むことができない人はインデックス投資しかしちゃダメです。株主優待を得るためには個別株取引をしないといけません。そもそも個別株取引は中上級者向けなんです。株式投資未経験の人がいきなり勝てる世界ではありません。知識なしの丸腰の状態でもたまたまうまくいく人もいるとは思いますが、それはラッキーパンチなので長続きはしません。スキーの初心者が練習もなしにリフトを乗り継いでいきなり上級者コースを滑ったら確実にこけますよね。これと一緒です。また株主優待がある銘柄は権利落ちによる株価の下落もあるので、結局お得にならないという可能性もあります。この権利落ちというのは株主優待がもらえる権利の判定日の次の取引日に株価が下落することです。イメージで言うとこの株主優待を権利を獲得できなくなった途端に株価がぐっとこう落ちてしまうことを権利落ちと言いますね。こういった相場の状況も見なければいけないので、いつ株を買うのかという判断も重要になってきます。このようにいろいろな要素の情報を複合的に見た上で市場に参加しなければいけません。なので投資初心者の人が株主優待欲しさに個別株取引をするのは危険です。投資初心者の人はインデックス投資です。長期分散積み立て、これしかありません。どうか株主優待という目先の利益欲しさに損をしないでください。なので株主優待をするとほぼ 100% 損をするのではなくて、投資初心者の人が知識経験なしに丸腰で中上級者向けの個別株取引をいきなり始めてしまうことになるので、ほぼ 100% 損をしてしまうということなんです。何事もそうですが、ステップアップして進めていくことが重要です。なので投資初心者の人は株主優待目当てで株式市場にエントリーしないでください。最後の解説の前に一つお知らせです。動画を見てくださっている方で、もしまだチャンネル登録をしていない方がいれば、自分らしい人生を送るために必要なお金について役立つ情報をどんどん発信していきますので、ぜひ忘れずにチャンネル登録して無料で学んでいってください。では最後に株主優待でうまくいくためにはですが、株主優待は投資初心者が火傷するだけなのでおすすめしない。これが結論ですが、それでもやっぱり株主優待は欲しいんだという人は一定数いますよね。なので株主優待でうまくいくための方法をお伝えします。この方法ならビギナーの人でもうまくいきますなんてものはないんですよ。期待させてすみません。ただですね、結局これが答えなんですよ。誰でも楽して簡単になんてものはありません。どうか諦めてください。株主優待でうまくいくということは、株式投資の中上級者向けの個別株取引でうまく取引できるようにレベルアップする、これしかないんです。銘柄の選定方法から財務諸表の見方、業績の実績と予想の確認、競合他社との比較、IR 資料の確認、エントリーのタイミング、売却のタイミングを見るチャートの見方、出来高で流動性のチェック、適時開示やニュースのチェック、他にもたくさんありますが、いろいろな要素があります。そんなにいきなり言われてもわからないとなる人が大半ですよね。今はそれでも全然大丈夫です。最初は誰もわからない状態からのスタートです。わかるようになるまで学ぶ。そして実践する。これしかありません。株主優待でうまくいく方法はこれだけです。株主優待がなかったとしても、その銘柄を買うと、自分自身で判断できるようになったら株主優待でうまくいくようになります。すごいつまらない答えですが、これしかないんです。このチャンネルで各知識の解説も順次していくので、自力をつけたいという人はチャンネル登録もよろしくお願いします。
お金に振り回されないように自力をつけていきましょう。大事な知識がより記憶に定着するようにおさらいしていきます。株主優待で株を買うとほぼ確実に負けてしまう理由という内容でやってきました。株主優待はお得感を前面に出して初心者を釣るためのツールに過ぎません。その罠にはまらないために初心者は手を出さないことが重要です。株主優待は個別株取引になるので投資の中上級者向けなんです。初心者が戦えるフィールドではありません。株式投資をする目的は優待が欲しいのか、お金を増やしたいのか、ここをしっかり明確にした上でまずは自力をつけていく。自力をつけたら優待がなくても買いと判断した銘柄だけを買っていけばうまくいくようになります。裏技はないのでしっかり学んで実践して自力をつけていきましょう。最後まで見てくれてありがとうございます。もしこの動画を見て少しでも役に立ったと思ってくれた方は高評価コメントしてもらえると嬉しいです。では次回の動画でさらにお金と時間から自由な世界に近づいていきましょう。